最近いろいろ悲しいニュースなんかを見まして自己愛、自分を愛するということについてよく考えます僕たちはあの他人を愛しなさいということは一つの価値観として大切なこととして教えられてきましたが自分を愛するということについてはあまり積極的に語ってなこなかったんじゃないでしょうかなんででしょうか多分我が身が可愛いっていうのは自明のことで わざわざそのあ改めて自分を愛しなさいと言う必要がないからと思われてきたからなのかもしれませんしか人間は、えー、利己的なところがあります何でも自分の思い通りにしたいとしかし何もかもがうまくいってるからじゃあそういう自分を愛することができるかというとまたちょっと違うかもしれません、まあ、どちらかというと自己愛が語りにくいのはなんかあのナルシシズムみたいな感じで まあ気持ち悪いからっていうのがあるのかもしれませんあの鏡を見てあ俺は本当に俺のことは好きだなとちょっと邪魔しないでくれという人がいたとすればあ僕のことじゃないですよ <laughs> まあそういう人がいればあどうぞ勝手にいつまでも鏡見ててくださいという気持ちになります、まあ、そうなるべきだと僕は言いたいわけじゃないんですねただ人生はやっぱりあの辛いこともありますハッピーなまま一生が終わればいいですけども 場合によってはですね、えー、多くの人から、お前のことは嫌いだと、お前なんかこの世にいてほしくないと、えー、言われるようなことがあるかもしれません。そういう苦しい状況の中で、えー、最後の最後にですね、どっかで人間は、やっぱり自分自身を自分の責任で、まあ、自分の面倒を見るつもりでですね、愛さなきゃいけないんじゃないかと、お前のことは嫌いだと、みんなに言われたときに、そうだ。 実は僕も自分のこと嫌いなんですと言ってしまった瞬間にですね僕たちはやっぱりそのまま生きていくのが嫌になってしまうんじゃないのかと思うんですね。僕自身まあ人生の中で何度かそういうふうな必要性を感じ,がと感じたことがありますし今後の人生何が起こるか分かりませんからまたそういうふうにどっかで自分を。 まあ自分の面倒を見るつもりで愛,し続けな愛さなければいけないという事態が起きるかもしれません。そのこと起きずにハッピーなまま人生が終われば結構なことですけどただあの僕は自分自身のことが、まあ、ずっとあんまりよく分かりませんでした、まあ、我ながらいいことをして人からあの感謝されたり喜ばれたりすると、まあ、俺は結構根、ね、はいい人間なんじゃないのかなとあのちょっとほっとするところもありましたし 逆にまあ人をひどく傷つけてしまったり怒らせてしまった時には自分にひどく失望することもありました、えー、まあ自分は何かやっぱり本質的にどっか冷酷なところがあるんじゃないかとか自分を愛するというのは実は誰を愛するよりも難しいことなのかもしれませんなぜならあまりにも何あまりに何から何まで知り尽くしているからです 過去に自分がいろいろやってきたことをこう思い浮かべてみてまあこんなことしてきたあんなことしてきた、まあ、いいこともしてるかもしれませんけど嫌なこともいろいろ思い出してしまうそういう自分を丸ごとあ俺は本当に自分が好きだと言えるのかどうか何か根本的な考え方の変化が必要なのかもしれません僕はいろいろな自分まあ結構俺はあのこの時はいい自分だったんじゃないか あるいは嫌な自分だったという自分を思い返してみてそれをひとまず全部自分の姿なんだと受け入れるところから始めました根は実はいいやつなんじゃないかとかいや俺は本質的にやっぱり冷酷なんじゃないかとこっちの自分が本当だろうと考えることをやめて、えー、全部、えー、自分なんだと考えるところから始めましたそしてどうしてそんなに一人の自分である僕が変わるのかということを考えました 結局は、えー、対人関係の中でで相手次第場所次第第場所なんですね実家の高齢の祖母と喋ってる時には僕はあの非常にくつろいだリラックスした自分になりますし、えー、仕事のじ相手と喋ってる時には、えー、シビアな顔で、まあ、難しい話をしたりもします、まあ、腹渡りにえくり返るぐらい嫌いなやつの前に出るとやっぱりあの僕の口調もこんなに穏やかじゃなくなりますけどもなる、まあ、だけ合わないようにはしてますがそういう人とは。 まあ、とにかくそれぞれの自分は随分と違うんですねそして、まあ、自分のことを全体的に愛するということは非常に難しいかもしれませんが誰かといる時の自分は好きだということは実は言えるのかもしれないあの野郎といると何か嫌な自分になってしまうとだけどあの人といる時の自分はま,あまんざらではない結構好きだということは実はそんなに難しいことじゃないのかもしれません 恋愛について考えてみましょう、まあ、ある2人の女性がいるとしますね、まあ、どっちも僕はいいなと思っているとします、まあ、ある人とまずい一方の人とデートに行ってあのご飯を一緒に食べると、まあ、すごく楽しくてあの次から次へとなんか面白い冗談とか言えて向こうのリアクションもいいと、えー、自然に笑顔になってもう気が付いたらこんな時間だと慌てて終電に駆け込んでいや今日はいい一日だったなというデートだったとします。 もう一方の方は好感を抱いてるんですけどいざ実際にデートに行ってみるとなんかあんまり面白いことも言えなくてあのちょっと油断してしまうと死因となってしまって自分がすごく冴えない人間になっているって感じがする、えー、遅くまで、まあ、2軒目まで行こうかなと思ったんだけど、まあ、1軒目ぐらいでじゃあまたってことで <laughs> デートが終わってしまったとどっちの女性ともう一回会いたいかといえば、まあ、当然ながら僕は前者の女性とまた会いたいと思いますそれは 相手が好きだからということもあるかもしれませんがその人といる時の自分が好きだからその自分に楽しさを感じてその自分を生きることに生きがいを感じるからです愛とは誰かのことを好きになることだとこの定義自体はもちろん間違っていませんが今むしろ僕が付け加えたいのは愛とはむしろ他者のおかげで自分を愛することができるようになることだとそういうふうに考えてみたいと思います。 あの人の前でなら自分は思い切りリラックスして素直になれて、えー、いろんなことをさらけ出せる他の人の前では決してできないと不幸にして人間の関係には終わりが来ることがあります喧嘩別れしてしまうこともあれば死別してしまうこともあるかもしれません誰かを失ってしまう悲しみはもちろんその人の声が聞けないその人と抱擁できないいろいろなことはあると思いますがもう一方で その人の人前ででだけ生生きききられていいいた自分をもううることができないとががな寂しさあんなに自由にいろんなことをしゃべれたのはあの人の前だけだったあんなに素直になれたのはあの人の前だけだったあんなにバカなことをしてあんなにくだらないことをできたのはあの人の前だけだったその人がいなくなってしまって自分はもうその好きだった自分を生きることができないそれが別れの悲しみなんじゃないでしょうか 逆ももちろん信頼です僕は誰かからあなたのことを愛してますと言われればまああの有頂天になりますねやったーと <laughs> しかし誰かからあなたといる時の自分あなたのおかげで自分のことが好きになれたと告白されたならあるいは他の誰といる時よりもあなたといる時の自分が好きというふうに告白されたならそれは何かもっとこう胸に迫ってくるものがある気がします。 自分の存在がそんなふうに、えー、他者の存在を肯定させてるんだということには何か感動的な喜びがあります人間はそんなふうに、えー、好きな自分というのを一つ見つけるごとにおそらく生きていくための足場というのができていくんでしょうたくさんの人に囲まれて生きているとその中の何十パーセントたくさんの人に自分を愛されないとなんだか生きていけないような気持ちになります 教室の中会社の中、中会社しかし好きな自分の数を数えていけばそんなに何十個もいらないのかもしれません2つや3つあの自分は結構好きだなという自分が自分の中にあればそこを足場にして生きていける5つも6つもあればもう十分というぐらいかもしれません教室の中に友達は3人しかいないと思うのか3人も自分を好きにさせてくれる人がいると思うのかこれは考え方の違いです 自分を愛するというのは何も鏡を見て「あ俺は大好きだ」ということではなくて誰かのおかげで自分を愛せる他者を経由して自分のことを好きになれるということなのではないでしょうかおそらくそこが自分を愛するという入り口なんだと思いますそしてだからこそやっぱり我々は他者を愛するのですかけがえのない存在として以上です